韓国メディアによると集会などを通じて得た寄付について被害者のために使われたことがなくどこに使われたのかは知らないなどと陸士43はソウルの在韓日本大使館前で。 毎週水曜日に開かれているという支援団体主催の抗議集会にも参加をしないといった意向を示しましたそしてその韓国の元慰安婦支援団体による寄付金の不正流用などの疑惑が日本の自民党内でも注目されていますそれはなぜかと言いますと2015年末の日韓合意に影響があります 最終的かつ不可逆的な解決を確認したとも言われていましたがその部分で日本政府が10億円を拒出しましまたよねそのお金の使われ方によっては今後の両国関係に影響を及ぼす可能性があるからです。 今回は慎重に言ってほしいですねそして自民党の岸田会長は韓国国内の混乱や内輪揉もめ事について申し上げることは控えたいが日韓合意は両国政府にとって重たい決断だった国際社会からも高く評価された合意が守られ実行されるよう日本政府としてもしっかり働きかけてもらわなければならないと強調しています。韓国のの元慰安婦の女性が ソウルの日本大使館の周辺で毎週水曜日に開かれている日本政府への抗議集会について今後開催しないよう求めていましたが主催する支援団体は13日も予定通り集会を開き日本が謝罪と賠償を行うまで続けるなどと訴えました。 1992年から毎週水曜日に日本政府に謝罪と賠償を求めて開かれている抗議集会をめぐっては主催する支援団体と長年行動を共にしてきた元慰安婦のイオンス・リ・ィ・ヨシュさん91が先週隣国への憎しみを植え付けるものだとして今後開催しないよう求めていました。しかしか 支援団体は13日もおよそ50人が集まって予定通り1439回目の集会を開き日本が謝罪と賠償を行うまで続けるなどと訴えましたまたさんが寄付金の使い道が不透明だと指摘したことについて団体の幹部は横領や不正な流用はないと強調しました一方近くでは 支援団体を率いてきた前の理事長で、先月の総選挙で与党候補として初当選したユン・ミハン、イ・ミカ氏を批判する集会が開かれたほか、13日付の韓国の有力紙がそろって、1面で団体の運営に問題があると大きく伝えました。こうした中 韓国の行政安全省は支援団体に対し寄付金や支出の詳しい内訳を記載した会計書類の提出を求めており元イアンフを支援する活動の実態について韓国国内の関心が集まっています外相時代に合意に深く関わっていただけに私も政治家としてそのような考えも韓国側に前向きな対応を求めていきたいとも述べていました ようなのでしょうか。これに対して日本の反応はと言いますと、日本国民からすればすでに解決済みの案件です。あとは韓国国内の問題です。これ以上はどうすることもできないし、どうすればというのが大多数の国民の本音だと思います。 本来日韓でいがみ合っている場合ではないので、慰安婦問題を広げるためではなくビジネスだったのです。日本の政治家は他の国で起きていることに知ってものに対してどう対応するのでうか。